それでは私たちアーートトボーンプロジェクトの報告を行いま,すまず私たちのコンセプトといたしまして私たちは若手のアーティストの活躍を応援し多くの人にアートを楽しんでもらうためのプラットフォームというコンセプトでサービスを設計開発中です。 若手アーティストの中で、特に金銭的な問題で創作活動を中止してしまう方がいるという現状を知ったことがきっかけとなりまして、このサービスを開発したいと思いました。はい、で私たちが実現したいこととしては、この2つがあります。まず1つ、アーティストの活動支援、そして芸術に興味のない層に対しての入り口を提供するということです。 でこの2つを実現するために、えー、作品を掲載及び販売ができる、えー、プロフィールサイト、えー、そして、えー、一般の方々が、えー、興味を持つきっかけになる芸術のメディアを作りたいと考えております、えー、そのために、えー、100番市プロジェクトで、えー、実験をしたいと思っていたものがこちらの2つになりますどちらも、えー、美大生に協力を 必要とすするものですただ、えー、ここで見えてきた課題がありまして、えー、それが、えー、アーティストのというか、えー、美大生の方々にコンタクトをとっても、えー、不信感を持たれてしまって、結局、協力にかぎつけられないということがありました。えー、特に SNS で、えー、アポイントを取ってみることをメインとしていたのですが、えー、やっぱりその怪しいビジネスの勧誘だと思われたり、 あとは話は聞いてくれるものの協力まではできないと言われることが多々ありましたそこで私たちは作戦を変更することにいたしましたまずは先ほど行いたいことを実現させるためにそもそも私たちの信用を作ることが第一だと考えましたそのためにこちらに書いてあるようなホームページの作成であったり あとアプリのリリース、そして法人化の検討などのことを行って、プロダクトプラス社会的ステータスでまず信用を得ることを目先の目標とし、その後、当初の目標であった EC サービスとメディア開発を行いたいと考えました。 特に現在はこの2つ目のアートマップというアプリの作成に力を注いでおりますで。そちらの説明を少し行いたいのですが、まずこのアプリのコンセプトはギャラリーに寄り道をさせる地図アプリというところがコンセプトになっております。でこのアプリの目的としては、作品の継続的な購入のために良いユーザー体験をさせるということを目的としています。 私たちは現在の芸術の世界を変えるためにはまずこのギャラリーというところが肝になると考えたのでここでユーザーが足を運ぶことが増えたりユーザーが作品を購入することが盛んに行われることになることによって芸術界隈がより良い方向に向かっていくのではないかと考えております。 でその目的を達成するためにユーザーの行動を探す、訪れるそして最後にその後というこの3つのフェーズに分類して、まあ、それぞれで、えー、ギャラリーに対しての良い経験ができるような工夫を提供するアプリを考えております。 で現在の開発画面でちょっとデザインとかはまだえー仮のものなのですがまあ探すというところでは地図をメインとしてえ現在地周辺のギャラリーの数というところを表示しておりますで次に訪れるというところでは実際にギャラリーに訪れた際にえそこに展示されている作品の背景であったり作者の思いというものをえアプリで見れるようにしたいと考えておりますそして最後にその後というところで 実際ここのギャラリーに行ってどうだったかっていうレビューやコメントなどを投稿できる機能をつけたいと考えております。そしてアプリはまだまだアップグレードの予定はありますのでこれからもどんどん開発を頑張っていきたいと考えております。でそうですねちょっと長くなってしまったんですけど私たちが想像する100年後の未来というのは日本語の芸術都市化というところを考えております。えー、日本人はえまあやっぱり この周りを見る文化というか、まあ、そういうところであったり、えー、芸術に対して興味がないというところからあまり芸術が好きな人に対して、えーまあ、いいまあなんと言いますかいいイメージがないというか、えー、結構うんと少数派になってしまうというところがありますので、まあ、そこが結構悲しいので改善できたらいいなと考えておりますので日本の芸術と鹿を、えー、私たちの未来としてこれからも活動を続けていきたいと思っています。 発表を終わります。はい。アートボーン、田澤さん、高野さん、ありがとうございました。